パリオリンピック登録商標の大会組織委員会などは今日実施が予定されていたトライアスロン男子個人についてセーヌ川の水質悪化を理由に明日31日に延期すると発表しましたパリオリンピックの大会組織委員会などは先ほどトライアスロンのスイムが行われるセーヌ川の水質検査で実施を許可する基準値を満たさなかったと発表しました 開会式が行われた26日日と、とその翌日の雨の翌雨影響だということです。このため、現地時間今日午前8時から予定されていたトライアスロン男子個人の競技実施は明日31日、トライアスロン女子個人と同じ日に延期するということです。セーヌ川の水質はオリンピック開催を機に改善を進めてきましたが、雨が降ると生活排水が流れ込むことで基準値を満たさなくなることがあり、 28日と29日の公式練習も中止となっていました。